コロンボ。コロンボは、スリランカの最大都市、同国の経済的な中心都市であり、かつては首都であった。名称の由来は、シンハラ語で、マンゴーの木の茂る海岸を意味する、コラアンバトッタがポルトガル語での、クリストファー・コロンブスの名であるコロンボに置き換えられたもの。2011年の人口は75万2993人。 コロンボ都市圏の人口232万3826人。西イロン島の南西に位置しており、郊外には新首都であるスリジャヤ・ワルダナプラコッテが存在する。スリジャヤ・ワルダナプラコッテは、コロンボの衛生都市であることから、戦闘後もしばしばコロンボが首都として扱われる。またコロンボは、西部州の州都であり、コロンボ県の県都でもある。コロンボは、 現代的な生活と植民地風の建築物、それに旧石が入り混じった、忙しく活気のある都市である。化学工業、繊維産業、ガラス工業、比較製品、家具、宝石などのスリランカの大企業の大半はその本部をコロンボに置く。ある石油生成施設はコロンボ近郊にある。コロンボにはコロンボ大学や多くの大学と研究所、国立美術館、 多くの教会やモスク、仏教やヒンドゥー教の寺院がある。郊外に仏教系大学が二つある。アタイ陸一の港など、南アジア有数のインフラが整備された都市である。南アジア最初のラジオ局である、ラジオ正論として知られたスリランカ放送協会、SLBC 放送局はコロンボにある。コロンボは2000年前から、ローマやアラブ。 中国と交易を持っていた。ムスリム商人は8世紀には施設を置き、新原小王国と外部の交易の大半を支配下に置いた。16世紀初頭になると高信領交易を求めるポルトガル人が到来。彼らは1517年にコロンボのムスリム人を追放し、この地に要塞を建築した。ポルトガルは当時この地域を支配していた、こうて王国内の対立を利用して、 勢力を拡大していき、16世紀末には同国を、併合、西論ロンと沿岸部の支配を確立する。コロンボは、ポルトガル領西論ロンの首都とされた。当時のコロンボは、フォート地区の要塞と、そのすぐ外側のペター地区の商業地域から構成されていた。1658年にはオランダに攻略されるが、引き続きオランダ領西論ロンの首都とされる。 1802年にはついでイギリスの支配下となり、イギリス領正論の首都となった。軍事拠点としての性格の強かった、ポルトガル、オランダ時代と異なり、イギリス統治下では、都市開発が進められ、今日のコロンボの下地が作られた。1866年には、市議会が設置されるが、当時の人口は8万人ほどである。イギリス領であったことから、第二次世界大戦中には、 西論沖海戦の一環として、日本海軍の関西機によるコロンボ空襲が行われている。1948年には、西論、1972年にスリーランカと海藻が独立し、引き続き首都としての地位を占める。1985年、ジャヤワルダナ大統領は、同国の首都をスリジャヤワルダナプラコッテへ移し、コロンボは首都としての地位を失った。ただし、 国会議事堂などの一部施設を除いて、行政府、司法府など、首都機能の大半は移転が進まず、コロンボに残された。内戦が起こっていた1980年代から2000年代の間は、タミルイーラム解放の虎による爆弾テロに幾度となく見舞われている。内戦終結後の2012年には8省庁が入る。 複合庁舎がスリジャヤワルダナプラコッテに完成するなど、首都機能移転が進められている。ただし、スリジャヤワルダナプラコッテ自体が、コロンボの郊外都市としての性格を持っているため、現在も実質的な首都として捉えられる場合もある。コロンボは、スリランカ南西海岸沿いのインド洋に面した港湾都市である。西部州コロンボ県に属し、 州の南北中央西部、県の北西部に位置している。市内は陸地と水域が入り混じっており、多くの運河に加え、中心部には広さ65ヘクタールのが存在している。この湖はコロンボの最も特徴的なランドマークで、初期の入植者にとっては都市を守るための重要な要害であった。湖ではレガッタが行われ、また岸辺では催し物も開催される。 都市の北から北東の境界を形作るケラに川が海に注ぎ込む地域はモデーラ三角州の意味と呼ばれている。市の北西部にはコロンボ港があり、港湾地区の南には経済の中心であるホート地区が、さらにその東にはマーケットと主要なバスターミナルが集まるペター地区が存在している。地域は南東で新首都であるスリジャやワルダナプラコッテと南で、 デヒワラ・マウント・ラビニアと接するが、市街地は周辺地域まで途切れることなく続き、コロンボ都市圏を形成している。ケラに川を挟んで、北はガンパ派県となる。コロンボは行政上15の地区に分けられており、各地区はコロンボ1、コロンボ11といった地区番号で住所表記がなされる。以下に地区番号と対応する地域を示す。コロンボは、 結編の気候区分では熱帯雨林気候に属す。コロンボの気候は年間を通じて暑く、3月から4月にかけての平均最高気温は約摂取31度になる。天気の大きな変化は5月から8月と10月から1月のモンスーンの間だけ発生し、例年この時期は激しい雨に見舞われる。コロンボの日中の温度変化は小さいが、 乾燥した冬ともなると平均最小気温も約摂氏22度まで低下する。年間の平均降水量は2400ミ、mm、リメートルである。コロンボは多民族多文化が共生する都市である。市内では、シンハラ人やムーア人、タミル人を中心に多くの民族が暮らしている。その他にも中国人やポルトガル人、オランダ人、 マレー人にインドを起源とする人々やヨーロッパ各国の海外駐在員といった人々によるコミュニティが存在する。コロンボはスリランカの中でも最も人口の多い都市であり、2011年現在75万2993人が暮らしている。1866年当時の人口はわずか8万人程度であった。2001年当時の国勢調査で示された 民族構成は以下の通り、スリランカの大企業の大半がその本社をコロンボに置いている。こうした企業としては、スタッセングループ、ジョン・キールズ・ホールディングズ、ヒーマス・ホールディングズ、アクバル・ブラザーズがあり、また、化学、繊維、ガラス、セメント、比較、家具、宝石といった産業もコロンボに集まっている。都市の経済の中心は、ホート地区のワールドトレード専門であり、 この40階建てのツインタワーにはをはじめとして多くの有力企業が拠点を構えている。コロンボ都市圏はスリランカの工業、商業、そして行政の中心地である。都市圏は輸出製品の生産において高いシェアを占めており、スリランカ経済の成長を牽引している。西部州は国土全体のントの面積にもかかわらず GDP の五割近くと、 産業的価値の約8割を生み出している。コロンボは海外と国内の生産地域を結ぶスリランカ第一の玄関であり、政府はコロンボとその都市圏を世界の主要都市並みの水準へと到達させるための計画を立ち上げている。コロンボは2013年現在、慢性的な交通渋滞のようないくつものボトルネックを得ており、 その経済的な潜在力を発揮しきれずにいる。政府は、こうした問題を解消することで、長期的な経済発展を促すと同時に、都市の物理的な再生を図ろうとしている。ペター地区には、コロンボで最大のマーケットがあり、その周囲は、ート地区以上に混雑している。道路は常に混雑しており、歩道には小さな屋台が軒を連ねている。 メインストリートは衣類を扱う店舗が大半を占めるが、その他の通りは各通りごとに専門化された商品を扱っている。例えば、最初の交差道路はもっぱら電子機器、部品を扱っており、二番目は携帯電話やファンシー雑貨といったようになっている。ペターのビジネスマンの多くはムスリム商人の傘下にあるが、メインストリートの東端にある金、宝石市場はタミル商人傘下にある。 コロンボは近代的な都市が持つほとんどのインフラストラクチャーを備えている。スリランカの他の地域と比較して、コロンボのインフラは極めて高い水準にある。電気、水道、街灯、電話のようなインフラはいずれも充実している。国内の大きなショッピングモールの大半はコロンボに存在しており、どこも Wi-Fi を使うことができる。また市内にはいくつもの豪華なホテルやクラブ、 カジノやレストランが散らばっている。近年は超高層マンションも出現しており、地価の上昇を招いている。コロンボ港はスリランカ国内で最大の規模を持ち、かつ最も活発な港である。コロンボは植民地時代から港湾都市として位置づけられており、その港は時代とともに拡大を続けている。 スリランカ海軍の基地である SLNS ランガーラもコロンボ港に存在する。2008年のコロンボ港のコンテナ取り扱い量は375万 TU であり、これは前年比で10.6%増、2007年は前年比で9.7%増であった。このうち81万 7000TU が同国に関係する貨物であり、残りは積み替えである。 この取扱い量は、コロンボ港の能力の限界に近く、サウスハーバープロジェクトという拡張計画が進められている。コロンボには民間と公営の乗両車のバスによる大規模な公共交通機関網が存在している。ペター地区には、中央、バスチア・マワサ、それにガンシンガパーラの3つの主要なバスタミナルが存在する。バスチア・マワサは長距離バスの拠点となっており、 残る中央と岩ンシンガパーラが近距離バスを受け持っている。市内の鉄道は利用可能な地域や本数が限られており、葛芝市は超満員となる。しかし、中央バスターミナルと鉄道のコロンボフォート駅は、この島のバスと鉄道それぞれのハブとして機能を果たしている。この他にも1970年代までは市内に路面電車が存在していたが、 現在は廃止されている。その他の交通手段としては、スリーウィーラーと呼ばれる、庭タクシーと一般のタクシーが存在する。スリーウィーラーは、個人個人により運営されており、規制もほとんどないが、一方タクシーは、民間会社により運営されており、すべてがメーターを装備している。発展するアジアの他の都市と同じく、コロンボも深刻な交通渋滞に見舞われており、その解決策として、 都市交通システムの整備が計画されている。2019年現在では LRT の建設が予定されており、この LRT はコロンボ中心部のフォートから南東方向に進み、国会議事堂付近を経て郊外の間で約 16km をつなぐ。内戦後の開発ラッシュはコロンボ周辺にも及んでおり、多数の高速道路が幹線として建設されている。 最初に建設されたのは、南部高速道路で、コロンボ南部近郊のコッタワから、スリランカ南部の都市マータラまでを結んでいる。ついで建設されたのが、コロンボ北部とバンダラナイケ国際空港を結ぶで、2013年現在、さらに、コロンボ市内をバイパスするが建設中の状態にある。バンダラナイケ国際空港、コロンボ国際空港が、都市の国際線を取り扱っており、 ラトゥマラナ空港が国内線を取り扱っている。ワールドトレードセンターのツインタワーはこの都市を表すランドマークとして広く認識されている。1997年にこのビルが完成する前は、隣ののタワーが最も高く、そして著名な都市のランドマークであった。これら高層ビルが建つ以前は、法都地区にとともに厳然とそびえるが、そのように見なされていた。その他、 シナモンガーデンズ地区のインデペンデンススクエアにあるも重要なランドマークである。2019年には新たなシンボルとなるロータスタワーが完成した。港の船のりたちによれば国会議事堂すら立っていない春改善はこそがコロンボの最も著名なランドマークであったという。このモスクは今でもコロンボで最も観光客が訪れる場所の一つである。 その他のランドマークとしては、スリランカで最も古い教会の一つであるが存在する。この教会はもともとポルトガル時代に建てられたもので、イギリス時代の1848年に再建されている。フォート地区にはカーギルミラーコンプレックスという名高い建築物も,もあり、特別法により取り壊しができないよう守られている。これは、 ォート地区の歴史的景観を保持するため行われている。ゴールフェイスグリーンは都市で最大で、かつ最も美しいプロムナードである。並んだヤシの木と砂浜のある緑地が常に活気のある都市の中心部に広がっている。ゴールフェイスグリーンは特に金曜日と土曜日に多くの人で賑わう。夕方になると家族連れや子供たちはスポーツやタコ揚げを楽しみ、恋人たちは 傘の下で愛を囁き合い、健康家は散歩へとやってくる。ゴールフェイスグリーンには、たくさんの屋台が出ており、ビーチ沿いにと伸びている。この地は、頻繁に、国際、国内コンサートやパフォーマンスの会場となっており、例えば近年では、ワールドドラムフェスティバルの会場となっている。かつての溶剤、ホードの城壁に据え付けられていたカノン砲が、ゴールフェイスグリーンの近くに飾られており、 植民地時代の雰囲気を与えている。同様に植民地風の建築物として、1864年開業のも、その近くに存在している。このホテルには、多くの著名人が宿泊しており、その中には、イギリス王室をはじめとする各国の王室関係者や、友人が含まれている。このホテルに宿泊した、デンマークのアレクサンドラ・マンリーは、ザ・ピース・フェルニス・アンド・ジェンラシティン・コウンド・トゥアード、 アットザ・ガレフェイス・ホテル・キャノット・ビ・マッチットと,とコメントしている。またゴールフェイス・グリーンに面して、スリランカ最初のホテルであるも存在している。その他ゴールフェイス・グリーンの周りには、著名なコーヒーバーや、ブティックも存在している。コロンボの教育機関は、長い歴史を持っている。コロンボには、スリランカの著名なパブリックスクールが、公立、私立とも多数存在している。 そうした著名な学校の大半は、例えば1835年設立のロイヤルカレッジ、コロンボのように18世紀のイギリスの植民地支配下に設立されたものである。スリランカの都市の学校はいくつかの宗教的なアラインメントを持っており、これらはイギリスのキリスト教ミッション系学校に由来している。こうした学校としては、聖公会の1875年設立、 仏教の1886年設立、ムスリムの1892年設立、カトリックの1896年設立といったものがある。このような宗教的なアライメントにより、カリキュラムが変化することはなく、学生の分布が異なるに止まっている。コロンボには多数の著名なインターナショナルスクールもまた存在している。これらの学校の生徒は、 エディクセルとケンブリッジの試験を受け、また何千人もの生徒がアメリカやイギリス、オーストラリアそれにカナダに留学している。主なインターナショナルスクールとしては、コロンボインターナショナルスクール、アジアンインターナショナルスクール、ウィチャーリーインターナショナルスクール、エリザベスモヤインターナショナルスクール、ライシュームインターナショナルスクール、ゲートウェイカレッジ、 イーラマインターナショナル、スクールといったものが存在する。高等教育もまたコロンボにおいて長い歴史を持っている。1870年のの設立に始まり、1875年にはが、1884年に農学校、それに1893年にはガバメントテクニカルカレッジが設立されいる。大学の設立は、1913年に、 ユニバーシティカレッジコロンボがロンドン大学の都市で設立されたのに橋を発する。これを引き継ぎ設立されたのがである。正論大学は後にコロンボ大学等に分割されたため2012年現時点では同校との2校がコロンボに存在している。その他が都市の中心部にもキャンパスを有している。また市内には市立の高等教育機関もいくつか存在する。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。